皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、とっても珍しい魚たちをご紹介したいと思います。私はですね、金野さんのご自宅を動画にするのは今回で2回目なんですけれども、以前は今年の1月で魚図鑑の208種類を保有していました。すごいですよね。3月の5日の時点で何種類の魚を保有しているのか聞いてみましたので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。こちらのクラウンマッコウクジラとクラウンシロナガスクジラはめちゃくちゃレアなんですよ。この2匹を揃えてる人って今までで見たことないですね。すごい綺麗に並べてますよね。ミニもコンプしたんですね。すごいですね。ミニ魚はどれもめちゃくちゃレアなんですけれども、中でもこのミニピンクイルカとミニクロコダイルは VVIP と呼ばれる最高ランクの魚になります。わお。それでは今回のアップデートで新種の魚が増えたんですけれども、13種類増えました。金野さんの持っている魚たちを、紹介したいと思います。こちらの中にはレジェンドレアと呼ばれる魚たちがたくさんいます。クラウンベルーガもいますね。クラウンゾウアザラシとクラウン一角もいます。すごいですね。こちらの方にもですね、クラウン越前グラゲと、亀がいますね。クラウンの亀がいますね。すごいですね。クモガニもいます。下にはなんと、クラウンセイウチですね。クラウンセイウチとクラウンサンショウウオもいます。すごいですね。金野さんって本当にすごいですね。見てください、こちらのコットンキャンディロブスターを 2種類揃えています。左のやつはこれなんですかね、クリオネ、クラウンクリオネですね。すごいですね。こんなちっちゃいんですね。それでは今回も金野さんに質問をしてみたいと思います。今まで釣った魚の中で一番嬉しかったものは何ですか？クラウンベルーガなんですね。意外ですね。こちらのクラウンオオサンショウウはキャンプ場の湖で夜中の1時ごろカサゴサイズのようです。魚影は意外に小さいんですね。それでは金野さんのご自宅をご紹介したいと思います。この絵面すごくないですか？私がめちゃくちゃ一番欲しいのはこちらの西オンネンザメのクラウンです。わ、すごいですね。綺麗に並べてますね。こちらが金野さんの、なんて言えばいいんでしょう、プライベートルームって言うんですかね。おしゃれな家ですね。こちらにも伝説魚がたくさんいますね。やっぱりこれすごいですよね。金野さんは今現在268種類の図鑑のうち残りは16種類なんですね。その中で VVIP と呼ばれる最高ランクの魚は3種類しかいないようです。金野さん、今回も素敵な魚たちを見せていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。